今日の一戦はトヨタベルブリッツ対クボタスピアーズ船橋東京ベイの一戦をお送りしていきます。最後12人になって攻めてトライも取って終わったというね。スピアーズ もう細かく言えばいろんなシステム、はい、差はある違いはあるんですけれども、非常に簡単に言うと大きいフォワードが前に出てシンプルに攻めていくと、そうすれば持ち味が出る、バーナー抜けた、ね、バーナードホーリーです。バーナードホーリーからどっちでいく、福田が捕まえた、オフロードつながりました、根塚、バーナードホーリーの大きなゲインでした。2年間セリア、まあ、試合数的にあんまり出るチャンスはなかったんですけどね、うん、ね、やっぱいい経験しましたよね。ダンカーターいた時ですもんね、やっぱりダンカーターと同じチームでプレーできるって大きな経験ですかね。まあ、試合もそうですけど練習一緒にするってことが非常にね、高橋、うん、タッチです。その前のアドバンテージです。しっかりとここは3点を取ってきます。おタップで中に残しています。ビリアメ、ファルコンはおロン、ちょっと迷った、捕まった、そしてターンオーバーか、乗り越えられるかな、ターンオーバーか、乗り越えましたね。ちょっと迷ったかファルコン、チャンス、チャンス、手前チャンス、離した、さあチャンスですよ。手前側木田がいるぞ、そのスワーブ高橋捕まった お、うん、持ってった、うん、持っていきました。木田がタックル受けながら持ち込んだ。さて先週はこのモールからトライっていうのがありましたからね、この彦坂の抜けるタイミングが非常に良かった。これ相手にしたら怖いですね、この人は速いんですよね。あ伺ってますね、これ来た彦坂から外、ここ前ケアしています。戻して、あファルコン捕まる、外側チャーリーホールス持っていきます。山口ステップ、おーブレイク、山口周辺、おいいスピード来た、スーパー来ました。このショートレンジでスピード上げて、これはすごいプレーでしたね。この人の能力高い、捕まえてスカ、あーここボールプレーオンボリゼーかけましたけども、うわっとプレッシャー、サポート、おーつないだ秋山、おお入った、狙っていたか、うん、藤原忍がここ狙ってましたか、これ見事な狙いでしたね、うん、末永置いて敵陣22内側返す、マルコンマークスピックしてきました、オペテヘルから立て直すか、ラブスカフに、さあ、あうわ前出た、サポート、最後はマルコンマークス、早いテンポ、いいテンポですね、うん、これでどん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 アタックラインが揃ってきます。もう右すでにチャンスですけど、左もチャンスか、オペテヘルが来ました、オペテヘルです、まっすぐいった、うわこのボールは出せる、アドバンテージオフサイド、このテンポにたまらずオフサイドです。ベルブリッツ外側でキックパス、外側から待っていました、当たって内側、おー、うん、ナイスタイミング、最後内側にパスを送りました。トライは根塚でしたが、今手オパですか、まもなく40分、ボンが鳴ったと同時にメインスタンドがボールを出して前半が終了になりました。有効です、後ろキャッチ、クルセレフリーしたら東福岡高校ですからね、フルカーと、ああそうですね、どうぞ、いった彦坂、うん、また今日も来ました、これは威力ありますね、そうですね、先週の動きさながらです、この出るタイミング、ルルーさばいてショートパス、うん、彦坂、非常にテンポが良くなってきました、近いところに入ってきます、ルルーの強気さがこう出てますね、ロブドイツ外した、前向いた、持ち込んだ、トライです、ロブ・トンプソン来ました、これで後半入って2本連続ベルブリッツ、さあ彦坂来ましたよ、彦坂持った、あとはドライビングで行くのか抜けるのかというところです、どっちも行ける、マークスがマークスという感じですね、その彦坂の前、俺が行くという感じですね、捕まえるぞというね
合ってますね。そうなるとこれはもうドライビングでいくのか。マークスが入ってきてほしいですね。ここ入った瞬間に抜けるか。おお崩れた。おお押し込んだ。押し込んだ。押し込んだ。ドライビングボールでした。これも彦坂効果ですね。効いてますね。3本連続です後半。ボレゾーまで。かわしてルルーからターンオーバー。裏キック。アドバンテージ解消です。これもファルコンが今早く帰りましたね。あーおー根塚をかわせるか。根塚捕まえた。やっぱ根塚あそこに抜かれないんですよね。力のある選手。ああ、そしてターンオーバー、うん、根塚からでした。これ流れを変えるいいチェイスでしたね。いや決めました。これで39対29、10点差。でこの後はスピアーズがチャンスですね。このターンオーバーのモールの後は絡むチャンス。チャーリー・ローレンスショートパスからこれでからマルコン・マークス来た来た。ペナルティーですか。これはトライ取り行った。ルルアドバンテージある中ヘンリー・ジェミー当てて前向いて中央まで中央まで置いた。ヘンリー・ジェミー来ました。さあメルブリッツ相手は選手はブラックラウンズでしたが、ああ深く入れた。これミスなく敵陣まで持っていけるからですね。まあ、スピアーズとしてはもう必ず攻めてくるんで、うん、ある意味ディフェンスはしやすいんですけれども、それを凌駕するアタックがあるか。崩すか。ああミス。なんとかキープ。ヘンリー・ジェミーに対してプレッシャー。押川カウンターラック超えたか。どっちだ。待ってます。待って。あれインゴール。インゴールトライ。お。どっち。アラトアですよこれ。トライ見えてる。オッケーね。はい。じゃあトライ。トライ。はい、トライでした。スピアーズ。これは試合を決める最後のトライはこういう形でした。そしてここで長いホイッスルが鳴りました。最後の1本を加えて44対34。結果的には10点差でクボタスピアーズ船橋東京ベイが勝利。これで来週のバイウィークを前に負けなしで勝ち点を積んで1周お休みに入っていくということになります。バーナード・フォーリー選手です。今日のプレーオブザマッチはバーナード・フォーリーが選ばれました。バーナード・フォーリー選手には記念の盾が授与されます。まあ、ボールを持ってランをして最後ラストパスを取ってトライにつながる記念のキャップが贈呈されました。